得意の考察。はい。今回はですね、またもや歌ネタ音ネタの後輩をちょっと紹介したいんですけれども、西村ひろちょ。はい、ひろちょくんですね。ひろちょも何度か喋ったりして、営業も一緒に行ったりして、なんとなくひろちょの人間性を知ったんで好きになったんですけど、まあ、僕の中ではもうひろちょほぼアーティストだと思ってまして、まあ、彼 YouTube やってるんでね、その動画とか見てもらったらわかるんですけど、自分で打ち込んだ音に自分が生で合わせてネタをやっていくっていうのは、これ本当は言っちゃいけないし言われたくないと思うんですけど、一秒の狂いも許されないとんでもない練習量だと思うんですよ。多分一秒っていうよりも0コンマ何秒の差で多分ネタ作ってると思うんで、すごく繊細なネタで、まあ、一見若い女の子に受けそうなネタって思われると思うんですけど、僕はもうその辺はアーティストだと思ってるんで、全然頑張ってほしいなって思うんですけども、なぜじゃあヒロチョがそういう風になったか、ピン芸人になり、音ネタ歌ネタになったかっていうのが話聞いてたら、芸人やってたのか芸人やる前なのか、まあ、今で言うハラスメントっていうんですかね、すごい圧の強い先輩だか友達だかにめちゃくちゃ言われたことがあったらしくて、それ以来ひろちょってあんまり対人でブワーって言われたりするとなんかビビっちゃって萎縮しちゃって、まあ、言ったらちょっとわけわかんなくなっちゃうふうになっちゃったんですって。だから芸人のネタ合わせってやっぱりまあ半分喧嘩みたいなとこもあるんで、お互いのディスカッションしたりしながら作んなきゃいけないんですけど、そういうのがどうしてもできなくて、でピン芸人になって、でピン芸人って言っても、まあ僕も何度かしかやったことないですけど、一人でお客さんの前に立つってめちゃくちゃ怖いんですよ。普通コンビだったら自分が滑ってても相手がいや滑ってんなって言ってくれたらウケるし、いや緊張してんなお前って言ったらそれで緊張もほぐれるんですけど、ピン芸人って自分しかいないから自分をいじることはできないし、お客さんいじったらその時間ネタ時間もったいないしで、ピン芸人にしようって基本ネタでずっと戦っていかなきゃいけない。その時にここは僕の勝手な考えですけど、緊張したり自分を忘れたりしないために自分の作った曲がかかれば、それに追いついていけば自分も普段通りのネタができるっていう、ひろちょに合った一番いいネタ作りをしているなぁと私は思いまして、でそんな彼がまた YouTube もやってて、きっと僕はリモートとかもうまいと思うんですよ。で時代にすごい合ってる子だなぁと思って、もう一歩、まあ、この後言いますけど得意の考察によりもう一爆発私はひろちょできると思ってるんで、ちょっと心してじゃあひろちょくんに、はい、得意の考察。 YouTube で愚痴を言っちゃおう、はい、言ったらちょっと心の弱い女の子がやるような鍵垢のツイッターみたいなことを俺ひろちょやっちゃっていいんじゃないかなと思うんですよ。多分人付き合いもあんまり上手じゃないと思うんで、わーって言われたらヒューンってなっちゃって、そのままストレスを抱えてお家に帰ると思うんですね。でそうすると多分あいつの性格上どんどん元気なくなってテンションなくなっちゃうと思うんですけど、その時に自身の YouTube でもう名前出して文句を言っちゃうんですよ、その人に対して。そうすると何がいいかって、まずひろちょの本心本音が見れる、でプラスそういうことを言った人間がやべえ、ひろちょに悪口とか言ったら全部言われちゃうんだっていうので、ひろちょに対する暴言の抑止力になる、面白い YouTube だなって思わせれる攻撃にもなると。だから防御と攻撃どっちも兼ね備えた YouTube になると思うんで、まああえて痛い YouTube をやってほしいなぁと。それ多分僕らおじさん世代には多分できないし、できたとしてもそれは本音じゃないんで、ひろちょの本心をネットというこの社会の中に吐き出す、それがやってみてほしいな。
楽しみだなって思ってます。はい、歌います。出たでたらめと呼ばれた君の夢の続きはまだ胸の中で震えてる。エヴァフリー崩れそうな君のストーリー描ければ見えるのかドリーム。コメントありがとうございます。いつも読んでますんで、ぜひハッシュタグ得意の考察でよろしくお願いします。よいしょ。